にちは、かくすけです。やっていきます、シーズンズアフターフォール。 What's happening? What's happening? Who's there? え? Hey, how did you get in here? My treasure! あ、宝だったの。 You've broken one of my treasures! あ、ごめんね、ごめんね。 You can't come in here! Get out! あー、そんな、ごめん、壊しちゃいけなかったの、あれ。 What happened, Fox? Have you found the seed?I can't find her anywhere, but I'm starting to sense her presence. I think I even heard her voice. She must be hidden here, in the very heart of the sanctuary. Three other stones of the winds have been enchanted. I desperately need your help, Fox. While you're setting the stones free, I'll concentrate and try to locate the seed.え、なんか悪いことしちゃった感じかな、これは。え、嘘、え、もう一回やり直しをさせてくれませんかね。え、いや嘘、もう一回行ってみよう。いや、でももうダメな気がするけど。嘘、ナイトメアっていう実績を解除しました。ダメだったの？彼女の激しい声を聞いたみたいなことを言ってた。なんかあそこに眠ってたこのお宝を壊しちゃった感じかな。そう、分岐とかありのか、ありなのかな、このゲーム。もうちょっと奥まで行ってみたかったんだけど、ついね、ああいうの取っちゃうよね。うわ、嘘、もうダメな気がする。あ、お宝取っちゃったよ。どうしよう。あ、やばい。あ、どうしよう。さっきのでよかったのかな。怒られちゃった気がするけど、英語でなんか言われてたかもしれないけどね、注意してって。あー、それだったら聞けてなかったな。もう一度チャンスを、もう一度チャンスをください。ここは完璧に花を咲かせましたね。ちょっとごめんよ。誰だったんでしょうね、あの声の持ち主。なんか、あ、少年みたいな声だったけど、彼女のって言ってたからな、女の子だったのかな。ごめんよー。あ、しまった、ダメだよねー、多分もう入れないよねー。 Jump into the stone if you want to return to the sanctuary. うん、怒られちゃう。やっちゃったかも、これ。あ、動けない。おや、と一旦タイトルに戻ってコンティニュー。 Jump into the stone if you want to return to the sanctuary.あ、サンクチュアリに戻りたいならここに入りなさいって言われたのか。なんだ、喉がギョって言ったけど、そういうことか。
なんだろう、あの悪夢は一瞬の悪夢だったのかな。よいしょ。あれはイベントの一つなのかな。毎回この季節のガーディアンさんを助けたらあれが見えちゃうかもしれない。で、4回あの宝物を壊しに行けばいいのかもね。戻ってきたよ。で、次はこっち側だったな。左下の方。左下の方で秋の力を鳥さんからいただくところですね。ということは春の力か夏の力を使って新しい部分に住んでいくのかな。ここは花3つあるぞ。おっ、ここまず1個目発見。よいしょ。咲かせていきましょう。あ、そうだ、結構長い水があるんですよね、ここに。で、ああ、そうか、風車の絵を描いてくれたんでしたね。なんか雰囲気悪くなったよね、暗くなったよね。ちょっと今この幽霊状態だからかもね。で、帰り道にちょっと高くしたり低くしたりしましたね。とりあえず先に進んでいけばいいかな、ここは。そっか、この幽霊ならではのさっきのクラゲさんみたいな、クラゲみたいなあれの力を使えるようになったのかな、この姿になることによって。暗いよ、なんか。何の音？なんか音が聞こえてきたよ。よいしょ、雪があって。何の音だ？夏とかにしてみる？これはなくなって、いや、なんもないね。まあ、とりあえずそっちに走ってジャンプしていけばいいのかな。よし。おい、あー、しまった。下？あ、下はいけないね。水っぽい音は聞こえたな。お、あー、溶けちゃった。で、これ風だよね。とりあえずまっすぐ下の方、あ、よし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 。で、これは秋にしたら風が吹いて、はい、左側に進んでいこう。よし。とりあえず進めるなら進んでいこう。なんか虫とかの声がすごい聞こえるな。カエルかな。お、そこに岩さんが埋まってる。お、contains the noisiest and most violent of the four winds, the Mistral. Only the top of the stone is visible. The rest is buried underground. It's not in its normal state. Go and investigate, Fox, and find out what's holding the stone. ああ。これはとりあえずオッケーなのか。ホールディングストーン、他の季節の方に行けばいいのかな。今のところは大丈夫っていうことかな、多分。じゃあ次はここの上の方に行ってみましょうか。それともこの秋の方にも他にあるのかな。足りる？よし、オッケー。
他に石があるかもしれないな。それだったらちょっと来たのが無駄になっちゃうけど。どう？あれ？あれ？ああ、しまった。あれ？ここさっき雪玉がありましたよね。上に雪玉ちゃんがいるわけでもなく、結構遠くから吐き出してもらうんだったっけな。あ、しまった。ここで秋にして、うん、よし。あ、これで冬にして、あ、まだだ。ほいっと。よし、これで雪玉が作られて戻ると。戻りましょう。じゃあ秋の方に、ん？秋だったっけ？これが秋か。で、その次が春か。春の方に行ってみましょう。順番があるっていうことなのかな。それともあれは外れの石だよっていう感じだったのかな。いや、順番な気がしますよね。他のところを探せって言ってたから。いや、綺麗だよなこの表現とか氷の。しまった。お水飲み中に。ね、まさかこんな幽霊状態になるとは思ってなかったけど。シードって言ってるんだよね、自分のことを。リトルシード、小さな種って言ってるんだけど、何の種なんでしょうね。よし、帰るぞ。サンクチュアリー。よし、じゃあ右の方に行ってみます。もうすでに秋にしとこうかな。綺麗だよ。音楽もこの景色も。なんか毎回悲しい気持ちになりますね、あのキツネちゃんの亡骸を見ると。戻ることができたらいいんだけどね、最後の方で。でもわざわざあそこに残してあるっていうことはね、戻れたりしないかな。幽霊ちゃんも可愛いけど、やっぱね、実体でモフモフ、モフモフでいてほしい。よし、こっち側に来ました。ここは魚でしたね。ほい、よし。ここだ、ここだ、きっと、次は。よーし。おー、おー、なんか。おー、高速で行けそうだな、奥の方まで。親切のためにあるみたいな感じがするね。おー、これに乗らないといけないっていうわけじゃなく、近道な気がする。いやいやいや。ほい、じゃあ。使っていきましょう。おー、下の方に行ってみる。ほうほうほう。こっちは何にもなさそうですね、こっち側は。じゃあ左の方に行ってみよう。撃ち起こしておこうか、爆弾ちゃんを。一緒に行こう。氷とか割るんだったっけな、この子は。よいしょ。あ、こっちは違うね。下に降りよう。すでに壊したから必要ないかもしれないね、これは。おお、おお。あ、あった。これっぽくない？なんか、うねうねしてるよ。
これがちょっとやられちゃってる石とかじゃないのかな。これ咲かせるやつね。ほい。あー、そこは溶けちゃう。お、でもいけるでしょ。夏にしたら、あー、春にしたら上がるんだよね、水量が。うん。そしてこの状態で冬にして、ほい。んでここで秋にして、でもこれ前帰り道の、あ、しまった帰り道と同じ手順になってるけどいいのかな。よいしょ。ほい。よし。はい。よっと。で春にして、爆弾ちゃんも多分連れてくる必要なかったな。で、凍らせて、よいしょ。よいしょ。ほい。OK。で、この高さでいいよね。ほ、よし、いけた。あれ？あ、あ、なるほど。よいしょ。忘れちゃってますね、やっぱ。水かさを増やして冬にする。よいしょ。はい、 OK。 でここ降りちゃいけなかったのかな。ここで、ここで、うん、なんか前と全く同じ道のりなんだけど、大丈夫かな。あらあら。あれ？あれ？どこだ？石。おっとー早まった。よし。一旦固めて、こっち側行って。で、春にして、もう一回固めないとね。はい。よし。で、よいしょ。ギリギリ。で、冬に、秋にするでしょ。ぼって、キノコが成長するけど、それはいいとして、内側？怪しいな、なんか。秋にして、あ、これ、なるほど。これは昔キノコを呼ぶために使ったところか。どこにあるんだろうな、あの石は。とりあえずキノコは開かせたいた方がいいよね。こっち戻ってきちゃうじゃん。ん？あ、途中からくっつくことはできないんだ。この先からくっつくこともできないのかな。しまった。あ、つけないね。よっと。じゃあ戻るか、とりあえず。あれから奥ってあったっけな。わざわざこんなのが引っ張られてきたってことは、絶対にこれに乗っていった先だと思うんだけどね。だよね。ねえ。じゃあこっち側から。それは生み出されたんでしょ？絶対こっちでしょう。ごめんなさいね、今回のパートはグダグダになりますよ。こういっ
て、どっち側に飛ばされたっけ。あー、こっち下に落とされて、もっと下の方に行くか。やっぱあのナマズさんってどこだったっけね。ナマズさんに会ってみれば何かあるかもしれない。やっぱ落ちるしかないかな。内側に爆弾ちゃんがいるんだっけ。あや、こっち側ちゃんと行ったっけ。よいしょ。あ、行ってない。よかった、戻ってきて。どこだ、どこだ。登って登って、あれ、あれどこだ、どこなのかが気になる。内側、おほほほ、これお絵描きしたところってことは、内側にナマズさんがいらっしゃるはず。ちょっと会いに行こうか、せっかくだからね。あ、懐かしい、これ。オッケー、これで、これで、これです。うん、よーし、行こう。この先すぐだったっけ。ナマズ、いや、もうちょっとやったような気がするな。お、まだまだだぞ。正解じゃん。あ、なにそれ。なんか水を生み出してる植物があったんだけど。よしよし、割ってるっぽいぞ、どうやら。ヘア風にした方がいいね。あ、チュイーンって言ったぞ今。たらいる？ひょっとして。あ、いたー、気づかなかったー。あ、これ水減らさないといけないね、先に。夏にして水を減らすのか。そっかそっか。私は一旦登ってから減らそうかな。ほい。いつでも増やしたり減らしたりできるんだけど、あ、しまった。そうか。乗ってから夏にして、うん、よいしょ、水を減らすと。 OK、 今回ちょっと長めに撮りますね、動画で。ここで泣く。よーし、結構出てきたぞ。うん。お、なんか、怪しいところがありますね。やっぱ一旦切ろう。一旦切って次回短くなるかもしれませんが、ちょっと長くなりそうなのでここで切ります。ご視聴ありがとうございました。